私は徹底的な検証が必要だと思いますよ。なぜならこの政権は公文書を書き換えさせてるからです。はい、すいません、いろいろと。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になります。俺たちの政治を取り戻そう。俺たちの政治を取り戻そう。やるからには志は高く持ってます。はい、もう自分で舵取りをしていくつもりです。国民のためとか国家のためとかっていうことは誰にも負けない自信があるんですけど、党内での出世っていうのは非常に難しい。安倍政権が一番立派なのは何が何でも政権を維持してるっていうことだけで、それ以外にほとんど彼らも関心がないんですよね。それなりにやってるでしょ。それは何を理想の上、希望の党から出馬をしていく、そういう流れを。ありがとう。ここが前安保法制反対取ってたのか。イケメンってな顔しやがってお前、心はお前もう真っ黒やないか。いや、本当に変な感じになっちゃったな。無所属とどっちがいいんだろうぐらいちょっと。本当ですか。この母親の勇気に一票よろしくお願いします。お願いします。試練やな。